こんにちは、関西ウォーカーライター新庄です。本日はですね、ヘップファイブで開催されるハロウィーンイベント、ホラー観覧車、怪談車の体験会に来ています。今現在はですね、安全祈願のお祓いが行われています。こちらはこっちが、神奈月ストーリーという。呪われた神奈月編ストーリーの観覧車の方に乗ります。うわ、中が、もう中観覧車ですけど、外見えなくなってますね。はい。いるのだ。これで分かっただろう。この観覧車が赤い意味が、そしてここがどんなところかを。まあ、とんだ邪魔が入ったが、払いも無事終わりじゃ。終わりました。ちょっと怖かったですね。なんか、はい、なんか怖かったです。なんか、はい、ホラー観覧車体験してきました。このホラー観覧車は2つのストーリーがありまして、1つが一人ぼっち編、もう1つが呪われた神奈月編なんですけども、まあ、個人的には2つを体験しまして、一人ぼっち編がすごい怖かったです。観覧車を制作した大阪電気通信大学の学生さんにお話聞きたいと思います。こんにちは。こんにちは。はい。こんにちは。話します。こちらの観覧車のどういったことを制作されたんでしょうか。私は主に音の。音の。私は何をずっとメイキング映像を撮ったり。そうです。そうなんですね。とかそのはい。そこにずっといただけです。はい。あと皆さんも制作に。一応。はい。シナリオとかの企画も。そうなんですね。なんかどういう風に楽しんでほしいとかありますか、このホラー観覧車。どんな風に楽しんだらいいとかあります、なんか。音に注目してもらって、はい。そうなんですね。わかりました。皆さん実際したときどんな感想だったんですか、乗ってみて。とりあえずあっちの陰陽師が陰陽師が結構もうやっぱ狭い空間で陰陽師陰陽師じゃないと思うと呪われたそうですね、の方なんですけど、観覧車、はい、観覧車のゴンドラの中なんで、はい、めっちゃ狭いんですよ、はい、でやっぱ観覧車って降りれないじゃないですか、はい、その中でその結構ホラー要素というか、いろいろ悪霊に襲われるので、はい、もうぜひ楽しみました。そういうことですね。あとは一人ぼっちの、はい、一人ぼっちの少女の方はやっぱりその、まあ、少女の、まあ、ちょっと可愛い感じの声から、はい、まあ、一転して、はい、そのホラーの方に持っていくので、はい、最初はまあちょっとほんわかとかちょっと緩く感じるところから、はい、いきなりホラーの方に行くので、ちょっと、そうなんですね。わかりました。じゃあどうもありがとうございます。そしたら